そうかもう1月終わっちゃったのかはいねえもう終わったなんかさ年越してからあっという間じゃないえっもうだって今何月ですか2月す月2月か2月2月ですだって私美容院行ったの去年の7月だもんえそこから行ってないのはい早くないでちょっと時が過ぎる違う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 それよりもなんかその間に行ってないことが正直いたわ確かにあでも確かに前髪が伸びてから そんんな気分時ががぎるのが早いんですよえ前髪短くなったじゃん、はい、その時が最後ってこといやその時はその時はないでも後ろの髪は切ってないからあ<ー>後ろは仏教対応らへんから放置放置っていうのもどうなのえー、なんかさ奈ちゃんってさなんか,なんかア,イドルさアイドルの人たちって、はい、もう月に1回は。 行くみたいなイメージ <laughs> な,ーメなのよ自分もアイドルだけど <laughs> <laughs> アイリさんもアイドルですよ自分も一応アイドルなんだけどそういうイメージだからなんか奈おちゃんもなんかそうやって言ってる頻繁に言ってる イメージのイお金を最小限に抑えたいんですよ。意外とケチなんですか？いやケチじゃない。自分にかけるよりも他のものに書きたいんだ。そう。意外と男らしいんだね。さ、これから行きます。いや本当に。ちょっと四ヶ月ぐらい行ってないか。四ヶ月ぐらい行ってない。そうなんだね。時間を割くのが嫌なんですよね。それに。あ、え？だから最低限までギリまで。 まだいけるだろう,ってう。自分のなんか市販のやつで頑張れるでしょ。<laughs> 私の髪の毛みたいな。<laughs> そんな髪の毛に全力支えたら髪の毛が弱っちゃうから。<laughs> でも綺麗。まあ綺麗だからね。ま然いいよね。自然中の強力。いてほしい髪の毛には。か頑張ってほしいね。はい、自分の力で頑張,て、はい、頑張って。自然中。<laughs> 自治癒すごいな。まあね。そんな一年一年じゃない。ま一年が始まるということっ、ねはい、今日はですね。一月を振り返つつお届けしたいと思います。